ですよ、そのままガッツリ噛んじゃって。すごいな。うん。すごいですね。はい。慣れればもう、うん、どうでした今使ってみて。あ、便利ですね。、うんうん、つけてってもらったんですよね。6年ぐらい前かな。うん、そのくらいだね。うん。どうですか、使い心地は。やっぱり便利だよね。ああ、なるほどね。便利だということで。うん。またつけていただきまして。やっぱり1台ついてるから、こちらもやっぱり、便利だからやっぱりね。ついてた方が便利だからやっぱりつけました。ありがとうございます。便利にお使いください。はい。今使った感じは、あ、なかなかいいですね、やっぱね。想像以上にあの U 字工が持ってたのが、 あれがね、うん、あれ結構重いよね、うんうん、まあ、一応だからしっかりほら手前に寄せて、うん、まあ、あの安全にやれば、はい、あのぐらいのものもいけますんで、はい、ええ、まあ、まあ便利に使ってください。はい、ええ、
ラッと取れちゃう、うん、これもなんか土の色するでしょ、うんうんうん、石の色じゃないでしょ、うん、擦ったらこれそういうのがあれになるわけね、土の色。で止まっちゃうんですかね。止まっちゃいますね、うん、バケットに当たっちゃうとピンが刺しづらいかもしれないんで。ああ、そういうことか、うん。平手でポンと押してあげて、はい、で上げる、はい、上げて、あ、まあどっちからでも OK なんで、はいはい。浅見さん、じゃあショベルハンドの購入の動機をちょっと教えてもらいたいんですけど、家の方 の 山とか雑木林の方の整理したかったんで、うん、ああ、はい、なるほどね。そうです。今どうですか、使ってみて。いや、やっぱやりやすいですね。うん、まあ、本当は多分正直言えばハサミの方がもちろん、うん、いいんですけど、ただなんだろう、結局特化一回する時間かかるから、うん、やっぱこれでワンタッチできた方が。そうですね。うん。はい。わかりました。掘削に移れますか。穴を合わせる。さっきネジ切ったやつね。さっきのネジ合わせるようですね。今度はこちらを。